おいっす。今回はニズゼルファ研究部ということで、ニズゼルファ出した時に何か気持ち悪い言語を話してるんですよね。まあ今から出すけど。で、それをちょっと聞いてもらって、実はこれって逆再生にしたら、日本語を話してるらしいんですよ。なので、まあ今から動画を撮って、そこからこの逆再生にしてみて何て言ってるかってのをちょっと考察してみようかなといった、動画ですね。これはアメリアさんでやっております。じゃあ早速行きましょう。マイク消しますよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ一番最初は聞き取りましたよね。光は闇に飲まれるのだ。そう、すべては闇に包まれる。で、2番目が何つってるか分かんなかったんだよね。なんか規制上げてる感じだったんですけど、まあちょっと分かった方いたら、ぜひ、コメントでよろしくお願いいたします。そして最後のなんだ、邪悪な子でダメージを与えるシーンはダークミナデインってはっきり言ってますね。うん。まあ、てな感じで、まあ、普段からこういう、まあ、ライバルズの検証動画であったり、ドラクエの実況動画等々を上げております。まあ、ライバルズとかドラクエに興味がある方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃねー。